なと思います。僕のおすすめはですね、ちょっと名作ばっかりになっちゃうんですけど、皆さん見たことある作品多いかな。まあ例えばその君に読む物語とかも100泣けるんで、めちゃくちゃこれ好き、この映画好きっていう方もすっごい多いですよ。これはもうみんなが感動できる作品ですね。はい、ちょっとネタバレになっちゃうんであんまり多くは語れないんですけども、はい、すごく面白いですよ。あとね、最近フォレストガンプ見たんですけどね、フォレストガンプ、あのトマンクス主演のね、とっても面白いですよ。あのね、フォレストガンプ見た時、ああ映画見たなっていう気持ちになりますよ。あのね、金曜ロードショーとかでね、よくやっとったね、見た方多いなと思う、見た、もし見てない方言い出してますよね、これ絶対楽しめますんで、皆さんよかったら見てみてください。あとはですね、あ、ショーシャンクの空にね、あれは面白いですよね。あれも映画見たなって気になりますよね。その、まあ、無実の罪で捕まった主人公がですね、それでも希望を捨てずにその刑務所の中であがいて、最後いよいよっていうところで感動するんですよね。ちょっと見てください。あとはアルマゲドンはね、もう3回泣ける。アルマゲドン3回泣けるよ思い出しただけもアルマゲドン泣けるもん。とっても面白いですよね、はい。あとはですね、なんだろうな、あ、私の頭の中の消しゴムとかも、もうタオル見て、タオル用意して見てくださいよ、はい。これは面白いですよね。僕あの朗読劇出させていただいたんですけど、そのね演出もすっごい素敵だったんですよね、はい。まだやってるの、やってたりするのかな、いつかまたね携わらせていただけたらなって思いますけれども、はい、っていうおすすめですかね、はい。皆さんのおすすめ、あ、でも皆さんのおすすめはね。